友達とバンド組んでて曲作りをするためにバンドの友達の家に行っては作曲をするみたいな、で寝て起きてラーメンかなんか食って帰ってまた夜また集合してまた曲作るみたいな日々があったりして、かなりその友達とは仲が良くて家族とか兄弟以上にずっと一緒にいるみたいなね、そんな感じありまして、なんかの時にそいつん家行った時ぐらいにエロビデオ貸してもらう約束したんですよね。で、ああじゃあ借りるわ、今から曲作るから帰る時にでも渡してくれわみたいな感じで曲作りこう進んでます。で、その日は泊まらずに帰るっていうことになって、俺としては借りたエロビデオで一人で対応させていただきたい気持ちがかなり高まってきてはいるんですよね。もうで帰るっていうところなんですけど、そいつ忘れてんですよ貸すことを。で俺、いやもうそろそろ帰るんだよなっつって、でなんか言うのかっこ悪いじゃないですか、もう一回なんで忘れてんだよお前っていう、なんかちょっと匂わせたりとかするとかやってたんだけど、なかなか思い出してくれねえから、おいどうってなんか、いやあのエロビーの出せよみたいなさああごめんごめんみたいな、いやごめんごめんじゃないんだよお前、言われるんじゃないよ、格好悪すぎるだろ俺と思ってこっちゃってあれもかなり格好悪かったな、おいおい昼行ってたやつさ、いやエロビデオだけど正直忘れてるから言うけど、エロビデオ貸してくれるって言ってたやつ待ってんだよな俺、まだクバがねえであれ言ってる時の俺の格好悪いことこの上ねえよあれ格好悪すぎるわ。